卒業後は美術教育の仕事に携わってまいりました。高校生に美術を教えるという、まあ、学校の先生ですねの仕事を約6年間続けさせていただきました。その後現在は、学校の先生を辞めて制作ものづくりのみのお仕事に集中しております。子供の時はとても人見知りな性格でした。母親の足元の後ろに隠れて、こうじっと周りを見るというか、知らない人がいたらすぐ隠れるというようなとても恥ずかしがり屋な性格だったと思います。外で遊ぶのが大好きな子供で、おままごとをしたりだとか女の子らしい遊びをして遊ぶよりも、外に活発に出かけていっては虫を取ったり公園を走り回ったりして全身怪我をして泥をつけて帰ってくるような、そんな元気な女の子でした。一方で性格が内向的な部分もあったので、家の中で一人でじっと映画を見たりだとか絵を描き続けるということもとても大好きでした。なので外に行って走り回るか家の中でじっとものづくりをするか、そんなような子供だったかと思います。小さい頃ですね、幼稚園の頃、両親が私にいろいろな習い事をさせようととても頑張っていました。で、いろいろやりましたが、ピアノ教室であったり、絵画教室、あとは英語の勉強であったり水泳教室にも行きました。あとはバイオリンがいいんじゃないかとか、いろいろなことにチャレンジしてみましたが、その中で続いたのが唯一絵画教室だったんです。で、これは、4歳の頃からですね通い始めて、小学校5年生6年生くらいまで続けました。すっごく楽しかったんですね。何が違うかというと、他のものは先生から習いながら一生懸命レッスンしていくという感じだったんですが、この絵画教室なので自分で集中して自分と向き合ってずっとものづくりを続けるんですよ、2時間。それがすごく自分に合っていて楽しかったんですね。その外交的な性格ではなかったので、こう自分一人でこう淡々とやるということが楽しかったんです。で、あとはその今日絵画教室の終わりにお菓子をもらえるんですね。で、お菓子タイムがあったので、それも続いたきっかけの一つかなと思います。で、その絵画教室では、水彩画を描いたりだとか粘土を使って陶器を作ったり、または高学年になってからは油絵を描きました。キャンパス地に油絵を使って実際に、あとは海辺に行ってデッサンをしたりだとか、いろいろなことをさせてもらいました。で、近くの美術館の市民ギャラリーで定期的に作品発表があったりだとかしました。芸術家で影響を受けた人はたくさんいますが、中でも衝撃を受けた作品があります。それは高校2年生か3年生の頃に見たリンパ展、そこにあった川端龍子の草の実という作品に衝撃を受けました。作品は超大作で縦2メートル、横幅6メートルくらいはあったかと思いますが、和紙に墨と金泥のみで描かれたその草の絵なんですけれども、完璧な構図と線に圧倒されて、その日本芸術、日本美術の美しさに驚きました。で、これは世界に通用するし、私の DNA の中には日本人の血が流れているのでとても共感しました。これは武器になるなと思いました。で、これがきっかけで日本画家に進学したというのもあります。
で、もう一人が、西洋人で西洋芸術家でいうとエゴン・シーレが大好きです。作品は何がというよりかは全て好きなんですけれども、中でもドローイングが大好きで、エゴン・シーレのドローイング集を、たくさん買い集めて、構図研究に没頭しました。で、その形や線、歪みと空間の使い方ですね、そういったところをとても勉強して、今の自分の作品に反映されてるかと思います。他にもたくさんいますが、その2人の人物がとても大好きです。ですね、私は好きなことを仕事にできていますので、制作している時が一番楽しいんですけれども、今何が楽しいかというと、実は今妊娠8ヶ月目で、なので、心の変化がありまして、今までとは違ったように世界が見えたりとか感じたりしています。で、朝起きるととてもなんか幸せだなとか、今日は赤ちゃん元気に動いてるかなとか思いながら、とても楽しく日々を過ごしています。で、なのでとにかく、今無事に赤ちゃんが生まれてきてくれることがとても楽しみです。あとは今コロナの影響もあって、学校の先生を辞めることになりましたので、家にずっといますが、料理にハマっています。毎日調べながら、どんな風にしたら美味しくなるかなと、奮闘しているところです。苦手なんですけどね、頑張ってます。楽しいです。だんだん楽しくなってきました。それは、今までもこれからも変わらないですね。とにかく自分が納得できる、感動できる作品を作りたいというのがあります。なので、それだけが夢というか目標なんですね。それ自分が納得できた作品を発表して、それを見た人がそれ感動してもらえたら、それが幸せということなんですけど、毎回たくさんの作品を作ってますが、部分的には納得できる部分があって、でもここは違うなと納得できないところがいつもあります。次はこうしよう、ああしようっていうことが思いつくんですね。なので、もう完璧な、もうこれはできたというような
作品を作りたいと思っています。今ここに飾られている作品が今回シルクランドさんで展示させていただく新作になっております。で、こちらの人物の作品がメインの作品となっておりますが、タイトルが海神と書いて怪人と呼びます。で、他の作品にも通ずるところがありますが、テーマは海ですので、あのブルー、同じ色のブルーや海が描かれています。で、また私の作品はあのシンメトリックな構図が多かったりしますが、まあ、この人物もこのセミもこちらの桜もこの蘭の花もそうですね、蝶もそうかな、シンメトリーになっております。まあ7月なので暑い暑い夏ということで、まあセミを描いてみようと思ってセミは初めて描きましたが、まあ、小さい頃ですね、よくセミを、もう100匹以上はセミかごに捕まえて家の中で放ったりだとか、もうめちゃくちゃなことをして遊んでいました。まあ、そんなことを思い出しながらこのセミを描きました。で、私のモチーフの中には、こういった桜であったりだとか、ユリとかベタとか、蘭の花とか蝶とか象徴的なモチーフがいくつかあります。で、それはあの私が好きなモチーフを描いているんですが、でこちらの桜の絵は今回2枚目ですねの作品になります。まあ、妊娠 してからとする前とで作品の雰囲気や色合いが変わってるかなと思いますが、で今回桜の絵はちょっとうまくいったんじゃないかなと思ってます。私の作品にはユリの花がよく出てくるんですけれども、ユリとかランはユリ科の花で、あのすごく好きな花になりますが、花びらがすごく肉厚で凛とした花なんですね。で、まあ、ユリはこう向きがあって向きがあるお花なんですが、ランはこう正面を向いてシンメトリックに堂々と咲いている花ですが、どちらも美しいなと思って、もう何枚も何枚も描いて、もうこれかれこれ30枚以上40枚以上は描いてるんじゃないかなと思います。まあ、桜も花びらは繊細ですが、木の枝が太かったりだとか、満開の時は荘厳な美しさを放っていると思います。そういったところが美しいなと思いながら、それを描きたい、自分なりに表現したいと思って描いております。まあ、こちらの怪人は空想の世界ですけれど、以上が、この作品に関する解説になります。